今ご覧いただいているのは杉山圭さんという作家さんです。でこの方もあの日本画家さんなんですよね。日本画家でこのテイストなかなかないですね。ないですよね。いわゆるこう日本画ってイメージすると、うん、ちょっとこうモチーフがお花とか、うん、こうまあ、いわゆるザ日本画っていうものを想像されると思うんですけど、杉山さんは全くこう違った解釈で日本画っていう技術を取り入れて作品を制作されています。杉山さんのモチーフは、まあ、不在っていうものをこうテーマに制作されていて、この椅子とかがこう作品の中に映ってると思うんですけど、うん、まあ、椅子っていうものを描くことによって人間のこう不在をこう想起させて、でこういったものを杉山さんご自身はポートレートっていうふうに呼ばれています。でこのフレームみたいに見えるのは、うん、あのプリンタートレイ、昔あの活版印刷とかの時の、うん、あので使われてた引き出しのこうトレイを、うん、あの制作素材として額にしちゃってる。額にしてます。面白い。本当だったら引き出しだ。あ、そうですね。その中にあのたくさんこう絵を描いた、うん、あのまあ、作品っていうかこう、うん、ピースをこう埋め込んでいって一つの作品を作られています。これこの引き出しは骨董屋さんとかそういうところで探してくるんですか？あ、そうみたいですね。なんかこう骨董屋さんとか、あとはまあオンライン上で個人売買とかで、うん、あの素材探されてるみたいです。なんかブロックみたいなやつに書いてるんですね。そうですね。なんかこうこの一つ一つ木をこう切り出して、まあ、形合うようにパーツを作って、その上にこう岩絵の具とかを用いて、制作されてます。絵を描かれています。面白い。かわいい、ね、かわいいですよね。